グリーティングス、皆さんはじめまして、 DJ ナッティです。この度は自分の YouTube チャンネル、ダーウィン・ジャメイカ、新しく始めました。このチャンネルはですね、いろんなジャマイカのいろんな魅力を伝えていけたらなと思っています。ジャマイカといえばレゲエなんですけど、もちろん自分は DJ なんで、レゲエのことを皆さんにもちろん紹介していきますし、このレゲエだけじゃなくて、見てください、このジャマイカの大自然。ジャマイカはちっちゃい国なんですけど、もう自然とか生き物とか食べ物とか、そういろんないろんなものがもう豊富にある国なんですよね。本当に宝の島なんです、この国は。なので皆さんにこのジャマイカの大自然の魅力と、いろんな生き物がいます。例えば一番ポピュラーなものでいけばトカゲだったり、あとヘビだったり、まあ、昆虫もいろんな昆虫いっぱいいますし、でもちろん海に行けばカリブ海なんで、いろんな魚もいます。こういうものをトータル的に皆さんに紹介していきたいと思っていますので、皆さんよろしくお願いします。まずこれが皆さんに紹介する、これが一番ジャマイカでポピュラーなトカゲですね。ジャマイカグレーリザード、これが一番有名なタイプのトカゲ。この喉袋を膨らまして威嚇したり、メスとコンタクト取ったり、これ中くらいのサイズくらいかな。ジャマイカ人はトカゲが嫌いか確かめてみます。ノバ。いや、おいるいついて